全く無関心なんだけどな。まあじゃあ2つ目取りましょうか。うん、じゃあ2つ目、はい、いや同じあれで、いや人物のアクションだから、2つ目のやつ、はい、バカーンってけど、じゃああのまあ後で取りましょうか、うん、それ挟めばだいぶ違います。いやあの椅子のことじゃない、人物のリアクションよ、いやだからこう見てよ、ガラガラくらん、そっちがそっちとなればいいんだ、単にそれだけのことなんで、あのつまり、カットがね、カット割るわけにもちょっといかんぐらいの間なんで、今のだと、ちょっと待って、はい、もう一度いきますよ、はい、2つ目こっちに対するリアクションが全然ない、みんな向こうだけだ、向こうだけそういうリアクションしてくれ、はい、誰がやっていこう、こちょこっといるんですけど、あの今度ですね、深作欣二監督、ビートたけしさんとかで映画を、出演しておりますんで。大丈夫か、ごめん、大丈夫、タブレットには入ってないでしょうね、ちょっと肘ついて、肘ついて起きてみて、肘ついて。ああもう本当です。危ないこれ。あの本当ですね。巻き込んで。やったんじゃ。田内容はですね、はいはい、まあ今言った通りなんですけれども、名前にもバトル、バトルが入ってますね。はいはい、バトルロワイヤルの、バトルをするんです。はい、まあロワイヤルの意味はよくわからないんですけれどもね。もっとお客さんは分かりはれんと思うけども、まあそういうような感じで。どうしたんですかその傷は。はバトルロワイヤルで優勝しました。バトルロワイヤル、この法律なんだか知ってるか。島に連れて行かれて最後の一人になるまでクラスメートを。そこで今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます。最後の一人になるまでです。反則はありません。死亡してんじゃねえこの野郎。マネージャーさんが本を持ってて貸してもらって読んだんですよ。読んだ時はすごい面白かったんですよ。なんか怖いものにすごいハマってた時で
殺し合いで怖いっすね。ハッピーバースデーリアアンちゃん、ハッピーバースデーリアンちゃん。おめでとうございます。監督が15歳の時はどんな感じでしょうか。そうですね、忘れちゃって50年以上前だもんな。終戦当時もっと前だよ。そうか、終戦か。おめでとうございます。おめでとう。下には何が。いや、何もないですよ。白岩学園3年 B 組の皆さん、こんにちは。今日皆さんは幸運にも今年度バトルロワイヤルの大賞クラスに選ばれました。おめでとうございます。今皆さんが来ている場所はこんな形をした無人島です。昔は人が住んでた。そうですね、まあ、外だってこっちの島からここに移って住んでるんですけどね、まあ、水が悪かったりなんかでまた戻ってきちゃった。その時に連れてたヤギを置いてきちゃってそのまま野生化して。ちょっとちょっとお前、藤原君の位置が違うやろ。もっと上よ、藤原君の位置は。よーい、はい、動いた。何か遅れて。何か、こけた。藤原君、気がついた。驚いた、走れ。はい、のりこくんのこけた位置がちょっと分かんなかったな。のりこくんのこけた位置をもうちょっと3メートル前進してください。そのだだ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 、2メートルでいいや。のりこくん行ってみて、本人でないと分かんない。そここけてみて、こけてみて、のりこくん、のりこくんこけろ。あそこ、あそこで分かんね。はい、友達でしょ。それじゃ普通の会話だ。私たち友達でしょ。早口すぎる、早口すぎる。そんな早口で遠くへ届くかい。友達でしょ。もっと引っ張って、もっと5秒。友達でしょ。続けて。手遅れだってんだよ。終わったっつってんだよ。監督は若いですね。びっくりしました。登ってくるからまさかとか思いました。上から見てて。そう。え、まさかとか思って。
下でモニターかなんかで見んのかなと思ったら、今台本読んだ時に深作さんの映画に出るんだったらもう桐山だろうなって思ってたから、やっぱり動いてどれだけ人殺してみたいなところってあるじゃないですか深作さんの作品って。実際これアシスティオンと夜中のファミレスで前の日に大根の上がる中でしょ、もう最終チェックしていく段階でごめん、やっぱり主人公この殺しまくる方で行きたいんだけどって言い出すわけですよ。噂には聞いてたんですけど、あの監督のいい加減さというか本当に腹立っちゃって、こっちも殺しまくるって誰のこと、桐山を調べていきたいで、俺やっぱりもうまともなやつダメだとか言い出して、まあ殺しってことに興味があってゲームを本当に楽しみたくてずっとうつうつしてるようなやつっていうか、こういう方法は絶対に間違いだ、あるいは暴力というものは絶対に否定すべきものなんだ、そういうこのそういう思いが僕の中にないわけですよ。僕らの学生運動の頃ってのは武器持たないわけですよね。何ら武装してしたことがない。でひたすらこの機動隊の警部にぶん殴られただけだと。それで後で何年か経って下馬棒を持ち出しましたよね。下だというか非常に悔しいというか、なんで俺たちなんで俺たちの時そういう発想できなかったんだろう。一つの痛恨と言ってもいいぐらい。なんで持てなかったんだろう。持たなかったんだろう。強く投げてください。いや、そのために貸してる。いいかな？お願いします。よーい、スタート。この国はもうダメになってしまいました。どうしてダメかというと、死亡してんじゃねえ！死亡してんじゃねえ！はい。当たってましたよ、この辺に、めっちゃ。あの偽物チョークがあるって言ったのに本物チョークがでいいとか言われてかなり苦笑いでした。役者やる基本は言われたことをちゃんとこなせる人が役者だと思うから、全て監督がそれでいいって言ったらそれでいいんだと思うね。あの言われた通り動いて表情もそのぐらいの表情ができればいいわけで、あの精神的なものをすごいこう考えていくとちょっとつらいなって。で基本的にはあの深田監督はあのたけしさんのイメージだってからなんだかよくわかんないって言ってくれ、あんたのイメージなんだよとか、あそうですかって普通にやってくださいって言うから、じゃあ言われた通り普通にやろうっていうことだけは心がけてるけど、立ち上げー、ついに死ぬぞ。でもたけしさんに殺されるから光栄なんですよ。かなりかなり